新潟の夏は食べ物だと枝豆とか水ネリング、すごく長岡花火は新潟の夏っていう感じはします。とりあえず行き先は長岡、はい、じゃあその可能性ありますよね。あの花火師さんとかなのかなと思って。何するんですか。とりあえず行きましょう。もう行くんですか。はい、わ、はい、かりました、はい、行きましょう。イエイ。長岡の夏といえば長岡花火ですけど、青谷長岡は私たまにあの取材で結構来るんですけど、そのバスケとかのイメージがあるんですよね。なんかおしゃれですね、青谷って。あ、これ隈研吾さんなんですか。あ、そうなんだ。確かに言われてみればすごくデザインがそんなような。こんにちは。こんにちは。今日私何をやるか分からずにここまで来たんですけれども、はい、あ、そうなんですか。今日皆さんって今から何をされるんですか。今日はこれから8月1日に長岡市の平和祭っていうのがあるんですけど、はい、その平和祭の中で長岡甚句と大花火音頭という2つの民謡を流すんですね。その練習がこれからあります。よかったらどうですか。え、踊るんですか。うん、いかがですか。いいんですか。私ちょっと富山県出身で、はい、新潟に来てからあの民謡流しっていう言葉をこう耳にするようになったんですけど、はい、民謡流しって一体こうどういったものなんですか。あの民謡流しっていうのは昔で言う一つの社交場なんですよね。ただ長岡の場合は8月1日が慰霊をするために踊りを始めたと。昔はあの山鉾とかそういうのもあったらしいんですけど、今度はみんなで踊ることになって、それが代々続いてます、はい、今日はそれを教えていただけるってことですか。はい、喜んで。よかったら、はい、その前に浴衣に着替えていかがですか。浴衣に着替えてから、はい、その方がもう気持ちもしっかり入りますので。あ、お願いします、はいはい、じゃあぜひそうしましょうか。はい、お願いします、はい、お願いします。浴衣を着せていただきました。どうですか。楽しみたいと思います。はい、じゃあ長岡甚句の踊り方をしたいと思います、はい、一番最初は手を叩きます。で、民謡の特徴で新潟県の特徴でもあるんですけど、左手が出たら左足が出る。手と足って走るときとかそうですけど、そうそうそう、一緒にしちゃダメっていう。ダメなの。叩きました。左、右、一個下がります。で、そのままもう一つ前に出る。一、はい、右出したら左側に手が下がって、右手はかざしで足がちょん。はい、一、二、三、四。これが一応基本踊り。今回は和踊りかな。和踊りっていうのは左、右、ここまでは一緒なんだけど向きが変わる。向きが変わる、はい、でそのまま前進して一つ。わかりました、はい、でもすごく手が綺麗なんだよね。とってもかざしが綺麗っていうか、これが綺麗ですね。この指の形がいいですね。先生から言ってよ。はい、すごくね、才能があると思いますだからできればスカウトしたいぐらい本当に、うん、手のね、なかなかこの指がまっすぐできる人がいないんですよ。目線、こうやってたらダメ。目線、次も目線、ちょっと流し目みたいな感じ。 そうそうそう、その目線が大事。ちょっとできないかもしれないえ、なんか流し目とかって感じですね。あ、まあそんな感じだよね。なんで笑うんでしょう盆踊りだから楽しんでもらえばいいんですよ。昔の男の人と女の人の社交場だから、それあの子がいいな、昔のデートですよ、合コンみたいな感じだから社交場なんです。綺麗に踊れる方は、うん、そうそうそう、育成みたいになっちゃうってことですね、うんうん、いいことですね。だからもうこれも綺麗に、しっかりこれも綺麗にね。今もそういう文化あった方がなんかいいかもしれないですね、うん、本当に合コンね、大合コンだよねきっと本当に昔の人は、ね、確かに
年の長岡まつりはどういった形で開催されますか？そうですね、今年はあの残念ながらコロナ禍でまた花火大会は中止になったんですけど、まあ、なんとか長岡まつりの意義を伝えていこうということで、今年はあのアオーレを会場に8月1、2、3と3日間あの行事をできる限りやらせていただきます、はい、あの8月1日に平和祭をこのアオーレでやるんですけど、特にあの民謡流しを、まあ、本来であれば大手通りで、まあ、5000人規模でいつもやってたんですけど、まあ、なかなかコロナ禍でそれができないので、まあ、選抜民謡流しということで、もうそれぞれの団体の人数をちょっと制限させてもらって、できる限りの形で、まあ、大体150人ぐらいがアオーレに来ていただいて、踊っていただくようになってます。まあ、特に長岡祭りはあの長岡空襲から始まった、まあ、そういう大切な祭りでもあるので、まあ、あの祭りの意義を感じて、かつ踊って、なんかこう、ね、コロナで気分が沈んでますけど、元気になってもらえたらいいなというふうに思ってます。皆さん踊れますね、もちろん当たり前のように。結構もう腕が痛いですよ。すごくいいんだけど、この手が最初早い。1、2ってもうすぐ早いから、トン、1、2、ゆっくりゆっくり。ありがとうございます。あとはバッチリです。こんなとこまで見えてるんですね。見えてます。ちょっと確かに踊り続けると自分の癖が出てくるなって感じはしました。ちょっとヒップホップっぽい感じがイエイっていう感じが。先生には見透かされてた。いや、見透かされましたね。どこから見てたんだろう。さすがですね。この会場でこういう演技を見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は大変お疲れ様でした。ありがとうございました。こういう形で開催できることについては、こう今どういう気持ちですか？ね、できればね、みんな収まって通常通り、あの大手通りをみんなで練って踊りたいですよね。その中で本当に踊り切った時のみんなのうわーっていうのがやりたいですよね、本当に。でもそれを今年はね、こうアオーレの観客の皆さんに見せるっていう、はい、ステージになるわけですよね、はい、それでも一生懸命やることには変わりないです。楽しみましょうですね、はい、ありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。